皆さんこんばんは、吉田弘樹です。お元気ですか？ありがとうございます。今日はですね、6月の2日、あっという間に9月に入りました。信じられない、ね、でもね、ちょっとようやく秋めいてきた、今日この頃なんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか？そして今日はお忙しい時間帯にもかかわらず、こうして吉田弘樹5枚目のシングル、あの日の恋、リリース記念、YouTube 配信トーク&ライブイベントにお越しくださって、本当にありがとうございます。吉田弘樹、としての活動がですね、5年目に入りまして、そして10月の26日に、フィフスシングルを、発売できるということで、本当にね、ひとえに皆様の応援のおかげだと思っています。本当にありがとうございます。今日はですね、少しでも皆様に、そのご恩返しが、できるようにと思いまして、このように企画をさせていただきました。もう今日はね、とにかく皆さん、その新曲に入っている、あの日の恋、そしてカップリングも全部、それからですね、6月に、吉田弘樹ファンクラブイベントをやったんですけれども、その時にね、リクエスト曲いただいておりましたので、そのうちの何曲かをお届けしたいと思います。大変短い時間にはなるんですけれども、精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。そしてですね、手元でコメントも見れますので、皆さん、ぜひぜひコメントたくさんください。よろしくお願いします。元気ください。さあ、早速、1曲目いってみたいと思います。まずね、カップリング曲を歌わせてください。一つはですね、失恋ソングですね、女性の失恋ソング、またさよならという曲を、お届けしたいと思います。いい曲なんで聴いてください。それではお届けします、またさよなら。あなたも気づいたでしょう。ねえ、見ないふりしているけど、なぜ一人きりの寂しげなテーブル、なぜ何もかもがあの日のままなの。なぜもし私も一人だったら、もし隠してた情熱がこぼれたら、また泣くでしょう。ねえ、あれからどうしていたの？ねえ、今どこで暮らしているの？なぜ一人きりの寂しげなテーブル、なぜ知りたくなる今でもあなたを、なぜもし私が一人でいても、もう怖いもの知らずには戻れない、またさよなら。もう私は一人じゃないの、ああ幸せな女のふりして
またさよなら。ありがとうございます。1曲目、フィフスシングルのカップリング曲、またさよならお届けいたしました。いい曲ですよね。なんかね、もう本当にこの詩をね感じながら歌ってると、改めてね、女性の気持ち、女性の複雑さ、いろんなことをねちょっと思わされる一曲なんですけど、いろいろ勉強になります。皆さん、どう思っていただいたんでしょうか。ちょっと待ってね。すいません、あのね、少しちょっとまだ風邪ひいた後遺症がありまして、時々ねちょっと咳するかもしれないですけれど、ちょっとご勘弁ください。皆さん、コメント読ませてくださいね。みえちゃん、こんばんは、楽しみにお待ちしてます、ありがとう。白まりさん、こんばんは、ありがとう。まーちゃん、ひろちゃん、楽しみにしてます、頑張ってね、ありがとう、頑張ってます。ゆうこさん、ひろきさん、楽しみにしてるよ、期待に応えれるように頑張ります。早く出てきたよ、出てきたよ。よっくん、ひろちゃん、皆様こんばんは、こんばんは、今日もよろしくお願いします。ともかさん、こんばんは、よろしくお願いします。しろまりさん、素敵です、ありがとう。きらりんさん、こんばんは、よろしくお願いします。ひろりんさんも、こんばんは、よろしくお願いします。まーちゃん、ありがとう。スパチャですね、スーパーチャットありがとうございます。フィフスシングル発売決定おめでとう、ありがとうございます。本当にね、皆さんのおかげだと思ってます。伊藤さん、こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。ブーブー、どうした幸子さん。あれあ、これはすみません、身内ですね、あのスタッフですね。ちょっとびっくりしちゃった。もうなんかブーイング飛んでるのかなと思いました。事務所の方が、コメントくれてます。伊藤さん、素敵な歌ありがとうございます。いっちゃん、ひろきさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。かぜんちゃん、ひろちゃん、こんばんは、こんばんは、無理しない程度に頑張ってね、喉大丈夫そうだね、本当にありがとうございます。一時期ね、ちょっとすごくごほごほ、してしまっていたので、だいぶ皆さんにご心配をおかけしたんですけども、少しずつ良くなってます、本当にありがとうございます。白まりさん、よかった、ありがとうございます。よっくん、またさよなら、最高、ありがとうございます。皆さん、本当にね、ありがとうございます。あ、ゆうさん、こんばんは。みすずさん、こんばんは。みえちゃん、またさようなら。複雑微妙な女心、切ない気持ち、あ、そうですよね。スパチャ、ありがとうございます。こんな感じですね、今日ね、皆さんとこうね、チャットでやり取りしながら、進めていきますので、ぜひぜひ、コメントくださいね、よろしくお願いします。さあ、というところで次の歌いかしていただきたいと思います。次もですね、もう歌わせてください、カップリング曲。もう一曲はですね、あなたを忘れないということでお届けします。この曲はですね、仲間生徒先生、変わらずね、僕に、楽曲を提供してくださっている先生がですね、なんかお話を聞いたところによると、お兄様が亡くなられた時に、作られた歌だということで、僕はですね、この歌、父が他界した時に先生が送ってくださって、それがねすごく印象に残ってて、まさか皆様の前で、歌うことになるとは、そして CD にね入れることになるとは、思わなかった一曲ですけれども、これもね、おそらく人によっては、とてもいろんなことを、思う一曲になると思いますので、じっくりと聞いてください。それではお届けします、あなたを忘れない。
上がりに突然過ぎて信じられません。あなたの残したものは永遠の悲しみ。写真の中であなたはなぜ笑っているの。こんなに私が悲しんでいるのに、帰らぬ人となってなおさら募る心。時には夢でもいい、あなたに会いたい。あなたと過ごした日々は永遠に忘れない。あなたの声が聞こえてくる。目を閉じればあなたの顔が浮かぶ。すべては遠い日々の思い出になったけれど、今でもあなたがそばにいるような気がします。ああ、あなたは心の中で永遠に生きている。ありがとうございます。すいません、途中でねちょっと BGM ハプニングありましたね。すいません。3番の頭はね、ああいう仕様なんですけれども、途中でねちょっと僕の声だけになるって仕様なんですけれども、すいません、ちょっとね後半は若干トラブルがあったみたいなんですけど、すいませんでした。でもね、なんか曲の雰囲気はねなんか出てた気がしますので、皆さんじゃあ、次に歌う時をね楽しみにしていてください。あなたを忘れないでした。さあ、どう思っていただいたんでしょうか。ありがとうございます。みすずさん、素敵な歌声。あ、ちょっと待ってね、もっと前があったな。まさこさん、てぜんさん、ありがとうございます。こんばんは、いい曲ですね、ありがとうございます。ジョニーさん、ひろきくん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。
ミルキーさん、こんばんは。お願いします。いっちゃん、スパチャありがとう。ありがとう、こちらこそありがとうございます。みすずさん、素敵な歌声ありがとうございます。伊藤さん、秋を感じますね。あ、感じてくれましたか、ありがとうございます。それからまさこさん、大好きな歌です、ありがとうございます。ジョニーさん、生配信参加できて、みんなとひろきくんを応援できて嬉しいです。すごい嬉しいですね。ありがとうございます。ね、ぜひぜひ最後まで、見届けてください。みえちゃん、あなたを忘れない。そう、今歌わせていただきました。ゆうさん、咳大丈夫かな、ね、ちょっとすいません。時々ね、こう、歌ってる時よりもね、ちょっとおしゃべりしてる時の方が、出やすくなっていますけれども、大丈夫です。ありがとう。かずえちゃん、スパチャありがとう。あなたは素晴らしい。ありがとう、嬉しいです。伊藤さん、ひろきさんは悲しい歌がいいですね。ありがとうございますね。割とね、そうですね、バラード調というか、こういう感じの曲ね、合うと思います。みえちゃん、今までで一番素敵、相当練習したのでしょう。ありがとうございます。ちょっとね、喉のこともね、いろいろそうあったので、今日に向かってね、一生懸命調整したつもりです。でもまだまだ吉田ひろき進化していきますので、これから先をね、楽しみに待たせていてください。ゆえさん、あ、ひろきさん、ありがとうございます。こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。伊藤さん、心に響きます。ミルキーさん、心に染みる歌です。ありがとうございます。白丸さん、あなたを忘れない、それぞれの心に響きます ね。本当ですね。多分皆さんいろんなことを思われたと思います。伊藤さん、ラブソング最高ですね。ありがとう。幸子さん、ゴーゴーという意味先ほどのね、スタッフの方がゴーゴーという意味で先ほど言ってくださったということで、ありがとうございます。よっくん、大自然の中、湖見て聞いたら最高だありがとうございます。ちょっとやってみてください。じゃあ、CD をぜひぜひ買っていただいて、湖ね、どこか行っていただいて、なんかいいじゃないですか、外国人の過ごし方みたいな感じで。なかなかね、日本人としてはね、なかなかちょっと価値観が違うのであれなんですけど、外国の方はね、湖結構重要みたいなんですよ。そういう避暑地だったりとか、リゾート地っていうものはね。だからね、結構日本人がいろいろこう遊びに行くところに、こう自然を満喫しようっていう時に、湖がないところもまあ行くじゃないですか。いや、それはね、いろいろ行かれると思う、琵琶湖だったりとか、そういうところにも行かれるとは思うんですけど、そう、湖じゃないところにね、そうリゾートに行くっていうのはね、なんか結構ね、信じられないっていうか、そういう方もね、いるみたいで、水のもありがとうございます。それからね、ゆうさん、ありがとうございます。キラリンさん、切なく心に染みます。ありがとう。もんちゃん、スパチャありがとうございます。ジョニーさん、アカペラ素敵です。ありがとう。いっちゃん、素敵な歌でひろきさんに合ってますね。ありがとうございます。ゆうちゃん、ひろちゃん、こんばんは。ありがとう。森の妖精さん、素敵な歌声ですね。ありがとうございます。どんどんね、新しい方もメッセージありがとうございます。ゆうこさん、ひろきさんの歌声素敵です。さとさとさん、やっとチャット入れました。いい曲ばかりですね。本当にありがとうございます。ね、そう思ってくださるの本当にね、僕も、嬉しいです。ありがとうございます。ここまで2曲、カップリング曲をね、まずお届けいたしました。さあ、それではですね、から3曲ほどですね、先ほど言いました、6月にあった、ひろき族の集いファンクラブイベントの時にですね、リクエストいただいた曲、歌わせていただきたいと思います。その時はですね、もう本当にリクエストいただいた曲全部歌おうということで、ワンフレーズだけ歌うっていうことをやったんですけれども、今日含め、YouTube ライブ配信この後も、ずっと続いていきますので、その度にね、いただいた曲フルコーラスで歌っていこうということをやっていきますので、まあ、もしね、今日私のなかったなって思われた方も心配しないでください。まずはですね、これいってみましょうか。大塚白道さんの、名曲ですね巡り合い紡いでを歌わせていただきたいと思います。この方は本当にいいお声ですよね。なんかもう少しでも近づけたらなと思って、ね、しっかりね、お声聞いて勉強してきました。ぜひぜひ吉田ひろきなりの、巡り合い紡いで聞いてください。それではお届けします。
一つ外してあなた好みに変わってゆく、ただひたむきに愛されたい、惜しみなく奪ってほしい。初めてつけたマニキュアが脆いかける、割れる、剥がれる、巡り合い紡いで愛の色に掘り上げたあなたへの燃える火を断ち切れない、消せはしない。かわいい女作ろうって、ただひたむきにつなぎ止める、行かないでこっちを向いて、初めてつけたマニキュアが脆いかける、割れる、剥がれる、巡り合い紡いで愛の色に織り上げたあなたへの燃える火を断ち切れない、消せはしない。巡り合い紡いで愛の色に掘り上げたあなたへの燃える火を断ち切れない、消せはしない。ですなんか激しいですよね。なんかねすごくね、なんかこうこのね音の盛り上がりと一緒に僕の気持ちもすごいガーンと盛り上がって、あのね歌わせていただきました。ありがとうございます。リクエスト曲の1曲巡り合い紡いでお届けいたしました。さあどうでしょう皆さんね、今度ねカバー曲もお届けしましたけれども、んーちょっと待ってね待ってね待ってね、いっぱいみんなメッセージくれてる。どこ行った。お、かぜちゃん、ゆうちゃん、ひろちゃん、バリトンボイス、いいね、応援頑張ろう、ありがとうございます。みんなに呼びかけてくれてる、応援頑張ろう、ありがとうございます。ゆうちゃん、スパチャ、ありがとうございます。あなたは素晴らしい、ありがとう。よくん、待ってました、ありがとう。ゆうちゃん、やっと入れた、あ、ほんと、ね、もうちょっと続きますので、しっかり最後まで、見届けてください。ゆえさん、ひろきさんの歌声、素敵で心に染みます、ありがとうございます。マリンさん、ひろちゃん、こんばんは、出遅れました。皆さん、よろしくお願いします。全然大丈夫ですよ。白まりさん、ひろきさんにぴったりの曲、白道さんのね曲は、いやもう全然もうあの方のね歌声のなんかこうなんていうの、すごくねあの音域も幅広い上にすごくねクリアじゃないですか声が。あのね透き通ったお声はなかなかね出せるもんじゃないですけれども、ありがとうございます。でもねあの少しでもそう皆さんが思ってくださったなら嬉しいです。それから素敵伊藤さん、ありがとうございます。ひろきさんに合ってる、あよかった、ありがとうございます。ゆうさん最高、ありがとう。ゆえさん素敵です、ありがとう。令和の白道さんちょっといいの、それ俺もそうやって売っていくよ、令和の白道で
ありがとうございます、マリンさん、スパチャありがとうございます、ゆうちゃん、ひろちゃんのバリトンボイスありがとう、応援頑張るね、ありがとう、バラ同時ありがとう、伊藤さん、のんちゃん拍手ありがとう、まーちゃん、めぐれあいつむいでまさか1曲目に歌ってくれるなんて幸せすぎます。あ、これね、まーちゃんのあれだったんだね、リクエスト曲ありがとうございます。ファンイベの時よりもずっとグレードアップしてる、練習はねいっぱいしました、ありがとうございます。マリンさんありがとう、伊藤さん素敵すぎる、ありがとう、よくんバージョンアップしてるね、ありがとうございます。皆さん拍手素敵ブラボー、白マリさんありがとう、まーちゃんもありがとう、ゆうさんありがとう、佐藤達夫さんありがとうございます、みすずさん素晴らしいありがとう、ゆうさんスパチャありがとうございます、もう皆さんもう本当にありがとうございます、スーパーチャットたくさん、ひろきさんの性質に合ったいい歌ですね、まさこさんありがとうございます、白道さんもね、あの音大ね出てらっしゃる、あの中大って書いてあったかな、あのまあね、あのそういう経歴の持ち主の方なので、割とね僕の性質と合うのかもしれないですね。かぜちゃん、まーちゃんの好きな歌だね、いいな、最高だね、上手くなってありがとうございます。しびれます、ゆうこさんありがとう、ひろりんさんありがとうございます、パチャ、ね、ありがとうございます。皆さん、さあまだまだ続きますよ。次はですね、あ、ちょっと皆さん、あのちょっと喉のこともありますので、一杯だけちょっとお水ください、ごめんなさい。ね、失礼しました。今日はねちょっとお見苦しいところもあるかもしれないですけど、よろしくお願いします。さあ次の曲いきますよ。次もね、リクエスト曲ですね。あー、これはね、好きなんですよ僕ね、玉置浩二さん、ワインレッドの心をお届けしたいと思います。難しい歌なんだけどね、頑張って歌わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは聞いてください、ワインレッドの心。もっと勝手に恋したり、もっとキスを楽しんだり、忘れそうな思い出をそっと抱いているより、忘れてしまえば今以上それ以上愛されるのに、瞳のままで、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を持つあなたの願いが叶うのに、何度も抱き合ったり、ずっと今夜を揺れ合ったり、悲しそうな言葉に酔って泣いているより、ワインを開けたら今以上それ以上愛されるのに、あなたはただ恥じらうより手立てがなくて、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心をまだ持て余しているのさ、この夜も
通った瞳の中に、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を映し出して見せてよ、揺れながら。イヤモニがねちょっとね外れちゃってごめんなさい。はい、皆さんありがとうございました。ワイネットの心をお届けいたしました。ごめんね。はい、皆さんねどんな風に思ってくれたのかな。森の妖精さんありがとうございます。ヒロリンさんもありがとうございます。佐藤佐藤さんうっとりです。ありがとうございます。ゆうちゃん、まあ、ちゃんよかったね、素晴らしいね、ありがとう。ひろちゃん、私のはいつか待っててね、あのちゃんとね歌えるように、するので、それから、まあ、ちゃん、かずえちゃん、みえちゃんありがとう。ひろちゃんの熱唱に涙が出る、ありがとうございます。もう涙出てくれればもう本当本望です。ありがとう。伊藤さん、キャーゆうさん素敵、ありがとう。ゆうさんは大好きですね。ワインレッドの心いいですよね、すごくね。あの僕はね、あの祖母の影響で好きになったんですけど、玉木さんはね、もう何歌わしてもね本当に素晴らしい、ね、本当にあんな声が出たらいいなと思って頑張っております。伊藤さん、今日の瀬取り大好きです。あ、よかった、ありがとう。まー、あ、ちゃん、ゆうちゃんもありがとう、嬉しい。ジョニーさん、ひろきくんの好きな玉木さんの曲私も大好きです、ありがとうございます。色っぽいですね、ありがとうございます。かずえちゃん、上手くなってる、かなり頑張ってくれたのね、ありがとう。そうなんですよ。でもあのね、なんかこううまいことね、自分でこう体調も整えながらだったのが良かったのかもね。結構あのそうじゃないと頑張って頑張って歌っちゃうので僕は良くないんだけどね、本当にね、ちゃんと皆さんの前で 100% の力を出せるようにしないといけない、それが僕の役目なんですけど、でもまあその時のね吉田ひろきを楽しんでいただければと思います。のんちゃん大好きな曲です。まさこさん、玉木さんの歌いいな、ありがとう。よっくん、今夜も酔わせて困ったおかいや、あのそう思ってくれるよっくんだけだったらどうしようだけどね、あの皆さんがあのそう思ってくださってたら嬉しいです。ひろきさん、アーカイブ残りますか。相沢さん、アーカイブ残りますか。あ、はい、そうだね、はい、あのちょっと今日はあのまだ発売してないオリジナルが入ってますので、ちょっとねレコード会社と相談してからということになりますので、ちょっとねアーカイブ残すかどうかはちょっとまた後日ということでよろしくお願いします。ミルキーさん、いい声素敵です、ありがとうございます。森の妖精さん、素晴らしいですね、ありがとう。ゆうさんやだウィンク、ごめんなさい調子乗っちゃったありがとうございます。ワインレッドの心うっとり素敵でした、ありがとう。マリンさん、素敵な歌声。ゆうこさん、ウィンクにキャーキャー、ありがとう、よかった調子に乗り上がってって思われたらどうしようかと思った、ありがとうございます。さあどんどんいきますよ。さあ次はですね、これもねあのちゃんとリクエストにありました、まあ、皆さんの前では割と、歌っている曲ですね。僕はねあのクラシック音楽をね、歌っていたという経歴がありましてですね、なのでイタリア語の曲をねよく歌わせていただくんですけれども、そのうちの1曲、映画音楽ですね、ニューシネマパラダイスから愛のテーマ、せ、もしという曲をお届けします。聴いてください。Se tu fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la verità che piena d'allegria io trovo dentro gli occhi tuoi, ignaro se magia. Oh,
れた。せっとんすいねよこれペルンジョルノPotresti avere un'idea di ciò che sento io quando mi abbracci forte a te e petto a petto noi respiriamo insieme. Se tu fossi nella mia anima un giorno, sapresti cosa sento in me, che mi innamorai da quell'istante insieme a te, e ciò che provo è solamente. Da quell'istante insieme a te, e ciò che provo è solamente amore. ございます。映画ニューシネマパラダイスから愛のテーマせ、お届けいたしました、ね、よかったらね皆さんこれはねぜひそのニューシネマパラダイス映画見てください。めちゃめちゃいい映画なので、名作って言われてるね、本当に映画です。実際その通りなのでぜひぜひ見てくださいね。よろしくお願いします。そうするとね何を歌ってるかとか、なんですかね、この曲の良さがより分かっていただけると思います。待ってね。まーちゃん、ひろちゃん、髪かき上げたら右側ムースのせい。ごめん、そう途中でね、相沢さんも教えてくれました。ごめんね、イヤモニを直したらね、ちょっと耳がピンとなってしまう。耳というか、髪の毛がね、ごめんね。ひろちゃん、酔ってるよ、ビールで。ビールかい。いっちゃん、スパチ、ありがとうございます。ゆえさん、ひろきさんの生歌聞けるのはいつになるかな、ね、あ、広島在住ってことなんですね。広島行きたいですね。ちょっと待っててくださいね。いっちゃん、ひろきさん、素敵です。ありがとう。のんちゃん、拍手。ありがとうございます。伊藤さん、今いる場所がおしゃれな場所に変わる。本当そうなってくれた。ありがとう。映画館とかになってくれたら嬉しいんですけどね。その映画の内容に合わせて。そして。はい、ゆえさん、広島にも来てくれるといいですね。行きたいですね。ワインが合うかしら。白丸さん、いいですね。ありがとう。広島の方ですね、みたいですね。まちゃん、ブラボー、ありがとう。映画見ましたね。いいよね、いいよね。はい、ありがとうございます皆さん、ね。まあ、これは割と、まあ、リクエストいただいた曲の中ではもちろんあるんですけれども、聞き慣れた曲になっていると思います。こういう歌もね、たくさん、まあ、イタリア語に限らず外国語の曲いろいろ歌っていきますのでよろしくお願いします。そんな一面もある吉田裕樹。さあこれでね、今日は一応すべてなんですけれども、皆さんまだ肝心の歌をね歌ってないですよね。10月の26日に発売になります吉田裕樹のなんと5枚目のシングルです、あの日の恋ということで、皆さんにね聞いていただいて選ばせていただきました。この曲もね吉田裕樹初めて、女歌を、シングルとして出させていただきます、ね、この曲もいろいろね女性の皆さん気持ちはわかると思いますし、ね、きっと、
いろんなことを思いながら考えながら、よし入れてもらえると思いますので、ぜひぜひ今日のね最後に聞いてください。それではお届けします、あの日の恋。戯れだったのあの日の恋は、思い出だけを残すためなの。優しく口づけしてくれたのは、遊びだなんて思いたくない。あなたに出会った不幸と幸せ、憎いあなたがでも恋しくて、偽りだったのあの日の恋は、一目惚れした私の負けね。夢を熱く語るあなたに惹かれたのだから、しょうがないわ。あなたの声を聞かせてもう一度、だって初めての恋だ。発売になります、僕のフィフスシングル、あの日の恋、お届けいたしました。皆さんいかがだったでしょうか。またねこの曲を引っ提げてですね、皆様の、元に僕の声届きますように、いろんな方に、僕の歌を聴いていただきますように頑張っていきたいと思います。ぜひぜひ応援よろしくお願いします。さあ最後皆さんコメント読ませてください。ちょっと待ってね、どこ行った、ゆうこさんかな、長野県にいるゆうこぽんです。長野県もね行きたいな、
雅子さん生で聞きたいな、ぜひぜひ。もう自分で言うのもなんですけどね、吉田裕樹の進化はね、生で聞いていただくのが一番ね、分かっていただけると思いますので、ぜひぜひね、機会があったら聞いてください。よろしくお願いします。かぜちゃん、スパチャありがとう。ひろちゃん、バリトンボイス大好きだよ、歌い続けてね、これからも頑張ります、ありがとう。伊藤さんは嬉しい、ありがとう。みすずさん、ありがとうございます、拍手。ミルキーさん、やった、待ってました。ひろりんさん、待ってたよ。伊藤さん、この歌好き、ありがとう。マリンさん、待ってましたよ、一押しの曲で嬉しい、ありがとう。まーちゃん、スパチャありがとう。あの日の恋ヒットするように応援頑張るね、ありがとうございます。ゆえさん、素晴らしい、嬉しい、ということでね、ありがとう。マリンさん、あなたでいてくれてありがとうね、もう本当にありがとうございます。みえちゃん、あの日の恋ヒットしますようにお祈りしています、ありがとう。のんちゃん、素晴らしい曲です、ありがとうございます。しろまりさん、スパチャありがとう。あの日の恋発売決定おめでとうございます。私の好きな歌、ありがとう。みえちゃん、スパチャありがとう。あの日の恋ヒットしますようにお祈りしています。ゆえさん、あの日の恋、ね、好きってことかな、ありがとう。よくん、ありがとう、最高。3150、これは何の数字だ、ありがとうございます。伊藤さん、女性言葉で歌うのしびれます、ありがとう。なんかね、いい感じね、ありがとうございます。それから相沢さんも喜んでます、ありがとうございます。そして、森の妖精さん、初めて聞かせていただきました。今度ね、これが発売になりますので応援してください、森の妖精さん。そして佐藤さん、まだ喉の調子がいまいちの中、ファンのために素敵な歌声を届けてくれてありがとうございましたね。ごめんなさい、逆に本当にね、こんな調整しなきゃいけないのに、こんな状況の中、すいませんでした。白丸さん、ありがとう。アンコール、ごめんなさい、今日はね、もうとにかくこのあの日の恋をね、皆さんに最後印象付けて終わりたかったので、またね、次回以降、なんかアンコールもね、用意しながらやっていきます。ということで、ちょっと先にね、皆さん告知だけさせてください。まずですね、一番近い出番がですね、9月の15日、エルミコーノスというショッピングセンターで、キャンペーンをさせていただきます。もちろんあの日の声を歌わせてもらいます。そして翌日9月の16日、今日と同じように、この時間帯にですね、この YouTube ライブさせていただきます。それから、飛んで、9月の23日、入間丸広百貨店でキャンペーンをさせていただきます。そして25日はですね、南越谷ですね、イオン南越谷の方で、またキャンペーンをさせていただきます。今月はそんな感じですかね。なので、割とね、皆さんどこかで、お会いできたらなと思っています。いろんなタイミングで僕の歌をね、聴いていただける機会あると思いますので、よろしくお願いします。さあ、みんなのコメント続き読ましてね。発売日待ち遠しいですね、ありがとう。キラリンさん、マリンさん、ヒロちゃん、最高、今夜はありがとうございます、ありがとうございます。ゆえさん、ありがとう。ゆうこさん、あの日の恋の世界に引き込まれました、ありがとうございます。ミルキーさん、頑張ってください、応援します、ありがとう。まちゃん、ヒロちゃん、たくさん歌ってくださりありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとう。よっくん、学園堂さん、行ってくるね、行ってらっしゃい。買ってくれるのかな、ありがとうございます、予約お願いします。まさこさん、素敵だったよ、ありがとう。ゆうこさん、アンコール、アンコール、ごめんね、ちょっと今日はこれで終わらせてください。みすずさん、スパチャありがとうございます。あの日の恋発売楽しみにしています、ありがとう。森の妖精さん、応援してます、ありがとうございます。ジョニーさん、聞けば聞くほど心に染みます、ありがとうございます。伊藤さん、ヒットしますように、ありがとう。みんなのね、思いが伝わってきます。のんちゃん、素晴らしい、ヒットするように応援します、ありがとう。ゆうちゃん、スパチャありがとう、頑張ってね、ありがとう。まーちゃん、喉ゆっくり休めてくださいね、ありがとう。なんかちょっと喋ってるとね、ちょっとね、咳出ちゃうのでごめんなさい。ゆうこさん、ごめんね。ミルキーさん、たくさん歌ってくれてありがとうございました。ゆうさん、スパチャありがとうございます。ゆうこさん、ゆっくり休んでありがとう。またね、ちょっとこの先、の時にはしっかりね、歌えるようにしていきます。白丸さん、キャンペーン行ける日嬉しいです、よろしくお願いします。ゆうさん、今日はありがとう。かぜちゃん、ひろちゃん、喉早く、完治しますように、ありがとうございます。のんちゃん、ひろちゃん、お疲れ様でした。いっちゃん、スパチャありがとうございます。さあ、ということで、今日のね、あの日の恋リリース記念イベント YouTube 配信、皆さんお付き合いありがとうございました。また引き続き、続けていきますので、よろしくお願いします。何より吉田裕樹の応援、あの日の恋の応援、これからもよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。